で、先ほど少し説明を省いた部分があります。158ページの括弧うです。で、基本的にはですね、取り消し訴訟、あるいは無効等確認訴訟と、併合提起するタイプというものも、先ほどの不作為の違法確認訴訟と併合提起すればいいタイプと、併合提起するタイプと同じように考えればいいんですけども、ここではですね、さっき説明を省いた、この不許可処分の取り消し訴訟を、した後ですね、取り消し訴訟と、そして申請型義務付け訴訟を提起すると。で、その後ですね、ちょっと先ほど説明を省きましたが、請求任用判決の趣旨に従って、その改めて行政庁から許可処分を受けるということのプロセス、少し丁寧に説明する必要が出てまいります。と言いますのも、取り消し訴訟の審理のところでやりました通り、いわゆる反復禁止項ですが、ある不許可処分について、取り消し訴訟の請求任用判決が出たとしても、その請求任用判決の反復禁止項は、同一事情、同一理由のもとで同一内容の処分、つまり同一事情、同一理由のもとで不許可処分を下してはいけないよというところに及ぶにとどまります。つまり何が言いたいかというと、この不許可処分の取り消し訴訟で X が勝ったとしても、その不許可処分にくっついた理由、まあだから例えば情報公開のところでやりましたね。例えば5号理由、5号事由、審議検討情報という理由に基づいて、不開示決定がなされたという、その不開示決定の取り消し訴訟においては、5号事由という理由に基づく、5号事由と理由に基づいて、その取り消し訴訟で X が勝った場合には、行政庁に及ぼされる拘束力なり反復禁止項っていうのは、5号事由に基づく不許可処分はもう行ってはいけないよというものにとどまります。したがって6号事由とかね、1号事由とか、他の理由に基づく不許可処分をすることは妨げられないんです。したがって、申請型義務付け訴訟の審理ってどうなるかっていうと、行政庁の方で考えられうる、その不許可の事由、だから、その情報公開で言うんだったら、1号事由から6号事由まで、それ以外も何かあるかもしれません。それをおよそ全部潰してからでないと、裁判所は請求任用の判決を下すことはできません。で、これはもう皆さん以前にやりました理由の提示、理由の、差し替え、理由の追加のところでやった通りでして、あそこの話と全く同じです。つまり、申請型義務付け訴訟の審理っていうのは、あらゆる、考えられうる、あらゆるその理由というものについて、もう一回の訴訟の審理の中で全部出させちゃうんです。で、出させちゃって、およそ不開示、あるいは不許可となりうる、あらゆるその理由、事由というものを全部潰すというのが、その申請型義務付け訴訟の審理ということになります。で、一つでもその不許可の理由が、もしも行政庁が主張する不許可の理由が一つでも立つなら、それは義務付け訴訟は請求棄却ということになります。それに対して、X が頑張って全ての不許可事由を潰せば、めでたく申請型義務付け訴訟は、請求任用ということになります。それでちょっとこれを説明をしていきます。158ページの括弧うですね。基本的には意図を同様に考えればいいんですが、説明を省いた部分について丁寧に説明していきます。ある不許可処分について取り消し訴訟の請求任用判決が得られても、行政庁には同一事情、同一理由のもとで同一内容の不許可処分を下すことが禁じられるにとどまります。つまり、取り消し判決の反復禁止項は、同一事情、同一理由についてのみ及ぶものであって、別な理由を提示して不許可処分を下すことは妨げられないんです。で、となるとですね、行政庁が処分のたびに新たな理由を提示して不許可処分を行うということも、理論的には構わないということになります。しかし、不許可処分が理由を変えてなされるたびごとに、申請者からいちいちその処分の取り消し訴訟を提起して争い、
その取り消し判決の拘束力は当該訴訟で争点となって審理された理由にしか及ばないということになりますと、また別な理由で不許可処分、これ再処分って言うんですが、これを行うことは妨げられないということになりますと、まあ、キリがありません。まあ、いつかは決着がつくんだけどね。つまり、まあ、例えば、考えられる不許可事由が3つあったとしますと、1つ目の不許可事由に基づいて不許可処分が下された X は取り消し訴訟を提起した。そうすると、その取り消し判決の拘束力によって、その1つ目の理由で不許可処分を下すことはできなくなるんだけど、2つ目の理由で不許可処分、再処分を下すことは認められる。そうなると、X の側で2つ目の不許可処分に対する取り消し訴訟を提起して争って、それで X は勝って、その拘束力で2つ目の理由に基づく不許可処分を下すことも禁じられる。だけど、行政庁は3つ目の不許可処分に基づく不許可事由に基づく不許可処分を下すことは妨げられないとなると、その X はその3つ目の、不許可事由がくっついた不許可処分に対する取り消し訴訟を提起して、その、そうなるともう3つともね、もう不許可事由はもう消えましたから、行政庁はもう諦めて許可処分を出すしかないという、まあ、こういう大変めんどくさい過程をたどるわけです。でこの問題を片付けるには1回の訴訟で不許可となりうる全ての理由を片付けるしかないということになります。そこで申請型義務付け訴訟では、1回の訴訟で不許可処分の理由となりうる全ての事由について審理し、許可処分をすべきことが明らかであるときには請求任用判決、まあ義務付け判決といいますが、これを、下すということになりました。条文ですと、37条の3の、第5項です。こんなふうに書いてあります。義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当するものに、場合において、これはまあ簡単です。申請に対して、その、不作為かね、あるいは許可処分が下ってしまったという場合ですが、同項各号に定める訴えにかかる請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えにかかる処分または裁決につき、行政庁がその処分もしくは裁決をすべきであることが、その処分もしくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、または行政庁がその処分もしくは裁決をしないことが、その裁量権の範囲を超え、もしくはその乱用となると認められるときは、裁判所はその義務付けの訴えにかかる処分または裁決をすべき旨を命ずる判決をするというふうに書いてあるのは、今言ったような意味で理解されます。で、取消訴訟の審理と比較するとよくわかるかと思います。取消訴訟っていうのは、ある不許可処分にくっついた理由についてのみ、これが審理の対象となるのに対して、申請型義務付け訴訟っていうのは、考えられうる不許可処分、不許可の自由というのを全部潰すことが必要になってまいりますので、おのずから審理手続きというのは重厚化してまいります。だから、まあ想定されうる全ての不許可処分の自由を一つずつ潰していって、全て潰された時しか請求任用判決は出せないので、訴訟手続きは重厚化します。で、まあ最初にね、とはいっても最初不許可処分を出した時には何らかの理由が、最初の理由がくっついてるわけで、例えば情報公開なら5号自由にしましょうか。5号自由がくっついてるって言うんだったら、その5号自由についての取り消し、5号自由についての取り消しを求める部分っていうのは、これは取り消し訴訟と同じですので、ここに、まあ、さらに2回部分、だから2回部分が結構多いんですよ。他の全ての不許可自由を潰すという部分。だから最初の取り消し訴訟にくっついた、不許可自由、そして、その後、まだ出されてはいないけど、考えられうる全ての不許可自由に関係する審理部分っていうのがくっつきますので、やはりこれまた取り消し訴訟と併合提起することが求められるということになります。ここまで聞くとね、じゃあ何にも不作為の違法確認とか、申請型義務、不作為の違法確認とか、あとは申請に対する処分については、不作為の違法確認訴訟と、あと申請に対する許可処分に対する取り消し訴訟って別にいらないんじゃないかと思うと思います。そうなんです。ドイツなんかではね、もう不作為の違法確認と申請に対する許可処分に対する、取り消し訴訟っていうのはもうなくて、これについては、申請型の義務付け訴訟で一本化されてます。タイプ2のね、
不利益処分タイプの場合はこれ取消訴訟で必要ですよ。だけどドイツなんかはこの不利益処分タイプの時しかもう取消訴訟っていうのは残ってないんです。まあ日本はこういう法制の仕方をしましたが、どういう何か影響があるのかっていうことは、それはまあ詳しい文献を見てみてください。